皆さんこんにちは。ご来店ありがとうございます。赤羽レイと申します。今回はこちらです。私の二次元界隈の最推しアイドリッシュ7の大阪そごくんのお誕生日をお祝いしたいと思います。いやー、かわいい、かわいいね。まあ今日はそごくんの誕生日じゃなくて26日なんですけどちょっとね、当日は出かけるので撮ってる暇がないので、今日ね飾り付けをしたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まずはね、このさっき写したぬいちゃんをかわいいかわいい。あとこのね、リユニオンの衣装のそごくんもあるので、これも飾りたいと思います。とりあえずタオルがこのオーパス7のそごくんのタオルと、このリユニオンの時のタオルがあるんですけど、どうしよっかな。普通に下に敷きますそうだ、あの皆さん、今日がね5月26日ってさっき言ったと思うんですけど、第5部の新章が明日です。あー、無理なんだけどね。明日の自分どうね、どう、感想どうだった？無理。私、あの二押しがね、そごくんの誕生日にこんな話するのはあれだけど、私二押しがね、泉伊織なんですよ。ね、今伊織やばいでしょ、やばいんですよ。もう九条と化してるじゃないですか。化してる、ね、九条見たくなってるじゃないですか。いやあとアイドリッシュ7の新曲マローブルー聞きましたか皆さん？うー、泣いちゃう。あんなのもう無理。ちょっとマローブルー聞いてからの新章で、次の日そごくん誕生日で、同じ日にアイドリッシュ7 7周年イベントのアプリ選考があるんですよ。もう想定推しの心が持ちません。おー、無理乗り越えましょうね皆さん。いや絶対しんどいよ、知ってる、絶対しんどいもん、分かってるよ。もうそんなの、はい。というわけでこんな感じで並べてみました。こっち側ですね、こっち側は缶バッジを主に並べまして、下の方はね、私の一番好きな絵柄のサイバーテクノの総合のパシコレを並べてみました。で、真ん中が総合日和を中心に5周年の時のリングライトと、真ん中にね、誕生日の同じ絵柄の写真集を持った総合を並べてみました。で、こっち側が主にカード類で、上がウェハースとか、なんだっけ、あのガチャガチャで出てくるタイプのカード類で、下が、真ん中がね、ちょっとピンク系の衣装で揃えてみました。お菓子のそごくんと、バレンタインのそごくんと、フォトジェニックのそごくん。で、一番下が、持っている白押しのそごくんです。こんな感じで、ここにもね、サイバーテクノがあります。で、こちら、メイですね。かわいい。で、こっちが、メッドのアルバムの初回 B ですね。こっちには、そごくんの、ワンダフルオクターブの CD があります。はい、こんな感じで、次はね、当日ですね。当日のガチャを引いていきたいと思います。